時は世紀末。世界は最終戦争の豪華に包まれた。海は枯れ、地は裂け、あらゆる生命体が絶滅したかに見えた。だが人類は死滅していなかった。神にもなりゃしねってのによ。世は再び暴力が支配する時代になっていた。リーダー、警察隊の奴らが何者かに。何？誰がこんなことを。ジードのメンバーと知ってのことか。ジード、それにしても死体が変だ。全部体の内部から破裂したような感じだ。ジード、まだ息がある。何があったんだ。北斗、今から数時間前。水を無事に届けられました。どうぞこちらへ。ささやかですがお礼をさせてください。ずいぶん喉が渇いている様子。町から水を取ってきます。少しお待ちを。あの変な剣法使いを逃がすな。シードの底力を見せてやれ。どうした。
らぬ奴は皆殺しだ。これを奪い、そして生きていく。暴力が支配するんだ。なあ、あんた名前は？
剣士よ。俺と組まねえか。くっ、バカ野郎、気取りやがって。返事ぐらいしろよな。ありがとう、生き返ったよ。でも大丈夫か、こんなことをして。俺は剣士、お前は。こいつは耳は聞こえるけど喋れねえんだ。まあ、もっとも無理はねえけど、親兄弟を野党に目の前で殺されちまったんだ。身寄りがない上、村では厄介者扱いだよ。生まれてこなかった方が良かったんだ。辛いか。おい、何の真似だよ。あとは彼女の心次第だ。心の叫びが言葉を誘う。長老が変えられた。ジラベロ、ジードの一味だったら体のどこかにジードの入れ墨があるはずだ。オクトス治世、死を司る星、不吉な北斗現れるところ、乱あり。大変だ、ジードだ、ジードの奴らが。リンも来い、お前も戦うんだ。食料を奪い取れ。
お前はもう死んでる。娘の首を引きちぎるぞ。その子を放せ。あれは北斗神拳。中国の御伝わり知るべき暗殺点がある。その名を北斗神拳。肉体の経絡飛行に衝撃を与え、内部の破壊を極意とした一撃必殺。Thank you.
よね。村に居座らねえんだ。よう待ってくれよ。俺は待っとってんだ。どうして北斗現れるところ乱ありと言ってな。剣は我々のためにこの村のために出て行ったのじゃ。